じゃあねずこ、俺は買い物に行ってくるから留守番一人で頑張るんだぞ。じゃあね、行ってらっしゃいお兄ちゃん。今日は一人で留守番。お兄ちゃんが帰ってくるまでお部屋の掃除でもしてようかな。プレレレレプレレレレ。あ、お家の電話が鳴ってるわ。お兄ちゃんからかしら。プレレレレプレレレレ。お兄ちゃんが何か忘れ物をしたのかもしれないわね。電話に出てみましょう。ガチャ。はい、もしもし、ねずこです。私、メリー。え、なんて言ったんですか？よく聞こえなかったんですけど。私、メリー、今あなたの住んでる町に来たの。え、お客さんですか？お兄ちゃんの知り合いかな。もしもし、メリーさんって言ってましたか？こちら。つー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 。あれ、電話が切れちゃった。一体誰からの電話だったんだろう。お兄ちゃんが忘れ物をして電話してきたのかなと思ったんだけど、違ったみたい。もしかするとお兄ちゃんのお客様かな。誰かよく聞き取れなかったけど。プレレレプレレレレプレレレレ。あ、また電話だ。プレレレレプレレレレプレレレレ。今度はお兄ちゃんからかしら。電話に出ないと。あちゃ。はい、もしもし、ねずこです。私、メリー。あ、また同じ人からだ。私、メリーって言ってたから、メリーさんっていう人なのかな。あの、メリーさん。あなた、どなたですか？お兄ちゃんのお友達？私、メリー。今、あなたの家の最寄りの駅にいるの。ガチャ。つー、つー、つー。あ、また電話が切れちゃった。メリーさんっていう人が今私の家の最寄りの駅にいるのね。結構すぐ近くにいるわ。お迎えに行った方がいいのかしら。プレレレプレレレレプレレレレプレレレレ。あ、また電話だわ。今度も同じ人、メリーさんからの電話かしら。電話に出ないと。ガチャ。はい、もしもし、ねずこです。私、メリー。やっぱりまたメリーさんからだわ。あの、メリーさん、家の近くにいるならお迎えに行きましょうか？私、メリー、今、あなたの家の前にいるの。私の家の前に？いつの間にそんなところにいるんですか？メリーさんって足がすごく速いんですね。駅から家まで結構時間があるのに、もう家の前にいるなんて。私、メリー。ガチャ。ツーツーツー。ああ、またメリーさんからの電話切れちゃった。もう家の前にいるならそろそろお迎えの準備をしないと。プレレレレプレレレプレレレレプレレレレ。ああ、また電話がかかってきたわ。今度もメリーさんかしら。電話に出てみましょう。ガチャ。もしもし、ねずこです。私、メリー、今、あなたの後ろにいるの。キャーって、ああ、びっくりした。メリーさん、もうお家に来てたんですね。私、メリー、私のことが怖くないの？怖い？どうしてですか？電話を何回もしてくれて親切な方だなって思いましたよ。お客さんをおもてなしします。え、急にあなたの背後にいたけれど怖くないの？ええ、家の鍵が開いてたんですね。勝手に入らせちゃってすみません。本当はこちらからお招きしないといけないのに。なんていい子。こうしてメリーさんはねずこちゃんにおもてなしされましたとさ。めでたしめでたし。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願い。メリー、アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしい。メリー、そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので
登録して朝ブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると朝ブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。